こんにちは、心理カウンセラーの高村です。家族がパニック症です、どのように接すればいいですかっていうふうに質問されることがあります。基本的にパニックの方には普通の方と同じように対応していただくといいと思います。ただ発作が出てきた時、過呼吸気味になって体がしびれたり、いろんな症状が出てきた時は安心感を提供するっていう対応が一番です。ですから慌てないようにすることですね。決してパニック自体で死ぬということはありませんので、その辺は安心していただきたいんです。でその上でちゃんとそばにいるから大丈夫だからというような言葉をかけてあげたり、あるいは薬を持っているのであればその薬を飲むのを手伝ってあげる、あるいは呼吸が速くなっているのであればゆっくり呼吸してしっかり吐こうねみたいな、そういう言葉かけもいいと思います。詳しくはこの辺はパニックのメカニズムっていうところを知っていただければよりいいと思うんですけれど、まずは今お伝えしたような対応を抑えていただければというふうに思います。こういった内容により興味がある方はカウンセラー高村で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。